はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、ランタンを購入しましたので、うん、紹介しようと思います。はい。では前回ね、うん、前回というかまあ結構前なんですけど、うん、1000円ランタンをね、2つ購入したうちの1つの黒い方がオイル漏れで、破棄したわけなんですけど、はい、その、1000円ランタンのクオリティっていうのも大体分かったわけじゃないですか。そうそうそう、うん、で、2個中1個が全然ダメで、うん、1個はね、今もそのまま使ってるんですけど、シルバーの方ね、うん、で、もう1個ね、1000円を買おうかちょっと迷ったんですよね、うん、なんですけど、もうちょっとね、もううちもそのキャンプに結構行くようになってきて、うん、ランタンの必要性っていうのも分かってきて、うん、うちのキャンプにもう定着してるかなっていうふうに判断したんですよね、うん、そうだね。で、フェアハンドをね結構検討したんですけど、うん、やっぱりねまだねハイシーズン、これからね、うん、キャンプのシーズン入るということで、うん、値段もまだまだ高くてですね、うん、どうしようかなと思って、いろいろ迷ったんですけど、結局、うちが買ったのはですねこちらを購入しました。ででーん、キャプテンスタッグのランタンですね。はい。だからフェアハンドが、うん、6000円ということで、うん、これが2000数百円、うん、だったね。だったよね。うん、ランプ自体の作りって多分そんな変わんないと思うんですよね。うん、あとはそのブランドのやっぱり金額っていうかさ、付加価値的な、うん、それが、ね、大きいと思うんで。うん、うちはそこまでね、その子にこだわりはないの、うん、ですので、うん、ですのでこのね、キャプテンスタッグを選んでみました、はい、で、今回はカラーはブラックです。本当だ、ブラックだ。そうそう、ここに書いてあるんですけどね、うんうん、で、サイズが中、中、ちょっとちっちゃいサイズのブラックを購入しました。はい、では早速開けてみましょう。はい。1000円ランタンはプチプチでぐるぐる巻いてあるだけだったんですけど、さすがに2000円にもなるとね、綺麗に箱に入ってあれはちょっとびっくりしたけどね、びっくりした。ランタンプチプチでくんのかな。じゃじゃーん、あ、かわいいじゃん。あー、すごい。これは何、キャプテンスタッグって鹿のマークがロゴなの？うん、だよ、鹿のマーク。キャプテンスタッグってあちこちホームセンターでも売ってる。あ、そうなんだ。うん、俗にネット界隈では鹿番長と言われたりするんだけど。あ、そうなの。うん、ちょっとじゃあ、うん、フィルムを剥がしましょうか。はい。ちょっと塗料の匂いがする。あ、本当だ。ちょ、触らして。はい。ああ、軽さは変わんないんだね。うん、ちょっと持ってこようか。うん、作りはやっぱりしっかりしてるっていうか、なんちゃう、雑さがないね。当たり前なんだけど見た目的には変わらない。あ、こっち軽っ。こっちをまだこっちより重い。こっちすごい軽っ。え、だっけ軽っ。え、こっち軽いじゃん。え、だっけ嘘。ここ持ってん、ここ持ってん、入れ替えて持ってんけどいいじゃん。あ、一緒か。だよね。あんまり変わんないよね。失礼失礼。サイズ的にもほとんど一緒かな。うん、そうだね。作り的にも、だいぶ似てる。似てる。っていうか、もうほぼ同じ。うん。つうか、全く一緒。ただ色が綺麗に塗られてるだけかな。あの黒はさ、雑だったよね。うん、黒は雑だったね。この1000円のランタンの。そう、オイルが漏れた方ね。ブラックの方は。うん。塗料の塗り方が雑だったけど、そうで、こっちは1000円ランタンの中でもちょっとね、作りがいい方、うん、精巧に作られている方なんですよね、うん、で、これはキャプテンスタッグなんですけど、うん、見た感じの作りでいうともうほぼ同じです、うん、そうだね、うん、ただこっち側にそのキャプテンスタッグっていうその脱穀っていうか、うんうん、それがあるぐらいで、これはここにね、これ1000円ランタンなんですけど、ここにちょっとなんかいろいろ書いてあるぐらいですね、脱穀で、うん、で、ここのホヤにサンウェイって書いてあって、うん、こちらはね、ここにキャプテンスタッグのこのね、ロゴがね、シンボルマークがあります、ロゴがね。
どうなんだろう、うん、重さももうほぼ同じだと思う、うん、私のさっきのは嘘です。嘘ではなかったんだけど、そうそう、持った感じ違ったんだけど、やっぱ一緒だった。これっていうかさ、うん、このホヤバラ交換できるんじゃないの。ちょっと試してみよう。ここを引っ張って、入るじゃん。こっちにはほらおもろ。いやほら、ここをこうして、ほら、あ、全然ほらホヤガラス同じだ。こっちキャプテンスタッグ、こっちサンウェイ、もう全く一緒。うん、ほんとだね。うん、すげえ。で、でもね、あのこれも、このシルバーのこいつも、うん、前回その、あの液が灯油が漏れたっていうのも、うん、同じところで買ったんですよ、うんうん、同じところで買ったけど、うん、同じもの来なかったんですよね。来なかったね。だからもしシルバーの今ここに刻印が書いてあるこいつだったら当たりだかもしれない、うんうん、そうだね、うん、これしっかりしてるもん、何の問題もないもんね、うん、2000円ぐらいの価値はあるこいつだね、うん、すげえ、全く同じじゃん、面白いね、うん、じゃあ、まあ、サイズは同じなんでちょっとまあ簡単にですね、いろんなところを測ってみようと思います。高さ、まあ、約24センチ、この横は一番広いところで、まあ、約16センチ、うん、でここの下ですね、うん、ここの下は約12センチ、うんうん、でこの本製品にはホワイトガソリンを使用しないでくださいという注意書きがありますね。ホワイトガソリンって何？ガソリン、普通のガソリン、まあ普通のガソリンなのかな、うん、まあちょっと分かんないけどガソリン、うん、で灯油およびパラフィンオイルを使用してくださいと、はい、ということでですね、うん、今回うちがあの入れるのはこちらになります。はい、これね、あの虫除け用のオイルになりますね、うん、また使ったことないんだっけ、使ったっけ。いや、この間これに入れた。ああ、入れたのか、うん、入れて、まあ、ちょっとあの香りだったりとかさ、うん、確認したんですけど。ああ、だったね、だったね、うん、忘れてた。まあ、ほのかにやっぱりハーブ系の匂いがするよね、うんうん、で、まあ両サイドにさ、あのポールの両サイドにもうランタンをぶら下げて、うん、一応その虫除け対策も兼ねてしようかなと思ってるんで、うんうん、やっぱりランタンは2つあった方が雰囲気もいいし安心感も違うよね、うんうん、ということでこれを入れようと思うんですけど、その前にですね、恒例のこの中の芯を斜めにカットしようと思います、はい、角をね、うん、まあ、このですね、まあ、知ってる、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、うん、ホヤガラスをね、取るときはこんな感じで、レバー見えるかな、ちょっと細いんですけど、うん、このレバーですね、これを立てた状態でここに手を置いて中指をこうかけて、うん、ここを上げるとこういう風にね動くんですよ、上下にね、そう、うん、で、それをこういう風にね、後ろに倒すと、こういう風にですね、倒すとホヤガラスを取ることができます、はい、まあ、使った後なんかはやっぱりこれもちょっとすすっていうか汚れがつくからさ、うん、キッチンペーパーとか、まあ、うちはマジックリーンをちょっとシュッてかけて、まあ、拭いたりするんですよね。すぐ綺麗になるよね。うん、すぐ綺麗になる。で、これを取ってここのですね、このくるくるですね、うん、これを回してここの芯をこういう風に出します、はい、ほら、出てきた。あ、出てきたね。これ何ミリでしょうか。何ミリでしょうか。何ミリでしょうか。幅は1センチ、うん、約1センチの芯を買えば交換できますね。やっぱこれも消耗品だから、うん、買えないといけないんですよ。これって1回でも買えたの。まだ買えてない。おー、めっちゃ持つじゃん。うん、で、くるくるでこう出てくるんですけど、うん、これを回すことによってですね、取れるんですよ。どっち？こっち。こっちにこう回すと、ここが蓋が取れますね、はい、蓋っていうか、ここのパーツが、うん、で、中のこれも取ることができます。こんな感じですね。で、そこで芯を変えるわけ。
うん、こんばんは。その状態でね、うん、そうそう。あ、ここにパッキンもついてる、ほら。ここにほら、息漏れ用のゴムパッキンもついてます。で、ここの芯のですね、角をちょっと斜めに落としますね。うん、斜めに落とすことによって、黒いススが出にくくなるんだって。そんなんでいいの？もうちょっと、そんなんでいいの？そんなんでいい。こんな感じですね、うん、両端を斜めに、うん、ちょっと落としました、はい、ではこれを入れます。はい、なんか匂いがした。何の匂い？なんか匂いがした。何の匂い？塗料かな、今の。なんかプンって匂いがした。こうだね、うん、よっしゃ。で、それで小屋を戻します。こういう風にね、うん、小屋をまたさっきの逆手順で戻しますね、はい、入った？入りました、はい、それではここの燃料用のこのコックを開けます。あ、やっぱ作りはほとんど同じだね。こいつと千円ランタンと。ってことはこの千円ランタンのこいつはかなりいいんだわ。当たりだったんだよね、うん、それではですね、うん、あの燃料を入れていこうと思うんですけど、はい、この100均に売ってる丈夫がおすすめなんですよ、うん、ちょっとかっこいいし。かっこいいけ？なんかかっこよくない？ステンレスだし、うん、あの受け口がさ、大きいのはいいよね、うん、いいよね、うん、ほら、結構大きいですよ、うん、それも分かるね、うん、5.5 センチあります、ここの口がですね。安心だね。 5.5 センチはいいでしょう、うん、それで、ここにこういう風にね、斜めにすっぽり入ります、うん、ぴったりじゃん。ね、いいよ。まだいける？オッケー。うん。なんだろう、独特な。うん、匂いがするね。やっぱハーブだよね。ハーブ。ハッカみたいな。そうそうそう、ハッカみたいな匂いがする。うん、入ったね。うん。です、これでじゃあ、数分、ちょっと10分ぐらい置こうか。そんなに置くの？うん。あ、そうなんだ。あの芯がさ、燃料吸い上げるじゃん。はい、それではですね、はい、約10分経ちました、うん、で、燃料も吸い上げてきて、あの芯の方が湿ってきたので、はい、早速ですね、初の火入れをしようと思います。はい、いいですか？いいよ。ちょっとこれどかしとこう。ここを上げることによって火をつけれるんですよね、うん、あ、ついた。で、ここを調整で芯を、うん、出し入れすることで調整できるんですけど、火の調整をそれでするわけだよ。すごいでかくなってるけど、あー今だ、うん、あーいいね。いいかな、うん、こんなんで匂いが、うん、でこっちの方もじゃあ試しにね、1000円の光をつけてみましょうか。はい、ちっと。こんぐらいの明かりでも夜だいぶ明るいもんね。うん、明るいね、うん、雰囲気が出てきました。いいね、こんな感じですね、はい、うん、やっぱ2つあるといいかも。いいね、うん、シルバーもいいけど黒もやっぱりおしゃれだよね。そうだね。でも本当に、まあ、1000円のも確かに全然いいんだけど、うん、その当たり外れのそういうのを考えると、うん、まあ、2000円ちょっとでこのクオリティのものが手に入るっていうのはいいかもしれないですね。そうだね。見た感じほとんど同じだもん、1000円のと。一緒だね、うん、
はい、それではですね、はい、今回この1000円のランタンとキャプテンスタッグの、サイズが中のサイズのランタンを開封したんですけど、どうだったでしょうか。この1000円のランタンももちろんいいんですけど、まあ、最初からね、若干クオリティを重視して、まあ、クオリティとあとコスパとね、バランスのいい方がいいなっていう方はこのキャプテンスタッグもね、いいんじゃないかなと思います、はい。まあ、実際僕たちこれ2つ買って1つはハズレでしたので、うん、まあ、ちょっとそこも考えるとね、そこがなければ全然こっちで良かったんだけど、1000円の方で良かったんですけどね。まあ、2000円でね、もう結構しっかりしたのが来るということで、うん、あと、まあ、そのこれ以上にですね、フィアハンドっていう、まあ、めちゃくちゃいいやつあるんですけど、うん、はい、まあ、そこはもうね、なんていうのかな、かっこよさをもうお金で買うような感じ、うん、まあ、品質とかっこよさとも漏れなくついてくるみたいなさ、うん、もう そっちはもうロマンの方かな、だ、ね、そうだね、ロマンの方で、うん、こっちはもうその、ね、導入編っていうか、うん、まあ、そこまでこだわらない人向け、うん、まあ、僕たちみたいなね、うん、特にこだわりのない人は、うん、まあ、これで十分品質もコスパもいいということで、はい、こちらを検討してみてはどうでしょうか、はい。であとですね、ランタンこれから購入されるという方はですね、このスターパラフィンオイルの虫除けハーブですね、はい。で、まあ、これからその暑くなるにつれて、まあ、虫も多くなるということで、まあ、どうせランタンを使うんだったら、うん、まあ、こっちの方がいいよって、まあ、僕たちもコメントでいただいてですね、うん、今シーズン初めて使うものなんですけど、はい、まあ、効果の方はね、まだちょっとわからないところもあるんですよ、うん。で、その蚊取り線香も含めて、まあ、こういうので、まあ、その予防して虫を寄せつけないね、うん、対策もまあ何かしら必要じゃないかなということで、はい、まあ、こちらも合わせて検討してみてはどうでしょうか。はい、はい、ということで、なんかちょっとこうね、まあ、なんかこのオイルの回し物みたいになってしまったけどということでですね、今回のこの動画が良かったらいいねと、あとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、バイバイ。